クローエアは、ミカンカクローエア族の常緑小帝木。原産地は、オーストラリア東南部。俗名は、園芸家、ジェームズ・クローによって付けられた。花が五弁に開く姿が星形に見えることと、原産地が、南半球オーストラリアということから、南半球を代表する星座である南十字座に、ちなみ、サザンクロスの名前で流通している。ただし、日本国外で、 サザンクロスと呼ばれている植物は、セリカの別の植物残ソシやロートゥンディフォーリアのことであり、クローエアをサザンクロスと呼ぶのは日本国内でしか通じない。いくつかの種があるがここでは日本で見かける種について触れる。エクラタダネは樹高が70から100センチメートルで2センチメートルほどの五弁の花が咲く。花の基部中央がドーム状に盛り上がっている。 基本的には春と秋に咲き、暑すぎる夏や寒すぎる冬は休眠する。ただし、色先き性があり、年間を通じて咲くことがある。葉は個性する。褐色は白、薄桃、ピンクなどがある。サリグナダネはやや葉が大きい。花はエクラタダネに似ている。秋から冬にかけて咲く。こちらも褐色は白ピンク。ありがとうございます。